た。ねえねえねえ、見て見て、見送りが始まった。あ、ほら、前々なかったよ。少しでも一緒にいたいっていう萌木の心がここに反映されてるわけよ。ついに分かるか、宝珠。分かってるよ。分かるか、萌木はもう手中にあるぞ。まだ手中にはないだろ。あるぞ。アトリーのお前にする気が早い。どうするんだ。これもしさ、これで潰れた時ってさ、もしかしてさっきまでは店だったからさ、やはり店にさ引き取られて行ったわけだけど、もし潰れた場合にはさ、やはり怒っていくしかねえよな。やべえ、やべえ、飲め萌木、飲め。やべ、今日名探偵コナンのパンツ履いたらどうしよう。ブリーフだったらどうしよう。そんなの持ってねえよ。でも脱がして真実はいつも一つから脱がしてかっこいい気もする。おすすめはカクテルジュースやな。カクテルジュースってそれはお酒？カクテル。カクテルだから。姉ちゃん、カクテルなのか。酔いすぎてるよ。あ、これねえねえ、持ち帰られないようにちょっと注意してるんだ。いや、これチラッチラッとしてるわけよ。これ本当はもう持ち帰ってくれのサインよ。なるほど。危ない時にここで休憩して家で寝るようにしてるよ。うち来るね。でも待ってよカトリーナ、でもうちさ、ちょっとさ、質素だよ。あの見た目さ、質素だよ。酔っ払ってるし、ベッドあるし、わからんよ。そんないけるよ。あー、やばい、一線を越えちゃう。ついにどれも大変やけど、メイドさんってな何してるんだろう。メイドさんが一番大変だな。ご奉仕に決まってるでしょうが。メイド初めてから、うん、めっちゃ二の腕がたくましいなったんよ。あー、でもやっぱりさ、ほら、お掃除とかさ、ご給仕とか、やっぱす違うよ、そんな。ねえ、こんな手をこう、そう、あれかと思って。違うでしょ。でいや、わかる。でも何も言ってない。まあ、次行ってみ。あー、肉体色。肉体労働。お世話喜んでもお出迎え。何のお出迎え。それはやっぱりあれじゃない、出てくるもののお出迎えし。あー、ウェルカムドリンク。あー、いいですね。いろいろやってもらえるってさ、もう完全にこいつもさ、夜の肉体労働を思ってる ね、 ってるね。これ完全に絶対思ってるね。思ってる。お出迎えされようとしてる。いいね。隅々までやったるって言ってますよ。お尻まで。そこはどうだろうな。至れり尽くせり。いいね。メイキメイドさんのメイド術言うてな。奥様かわいくない。ネトリほうしょ、これまずいよ。ちょっと、ネトリ公式がやばいわ。やばいね、これ。あ、なるほどね。あ、ネトリ。あ、なるほど。あ、奥様からのネトリ。そんなテクニック受けたいね。うん、そんなに部屋汚いん、うん、部屋っていうか、そこまで掃除してほしいんやったら、なんか風呂入ってたら背中流しに入ってきてほしい。あ、そうだね、そうだね、うん、そこまで掃除してほしいね。その部分までね、洗ってほしいな、うん、どうしたんみたいな。やめましょう。やめましょう。あ、やっぱそうだよね。よかった、間違ってなかった。よかった、私悪くなかった。思惑よ、これゲームのさ。時間がおかし見えるわ。あまりにも寄ってる。あ、お家近いの？カトリーナ、ちょっと止めてよ。あんまり寄ったと。そこで寝な。そこで寝な。そこで寝な。やば、このいつ、こんなん。これ、誰にもやったらいかんぞ、こんなん。でもこのノリだったらさ、ワンチャンボロッとやってもさ、なんか、でもボロン、できない、うん、ボロン、こっちがボロンしても、なんかこのノリだったらワンチャン許して帰ろうかって、バカじゃない。分かってねえんだよな。狂ってんか、お前、マジで。お、稼いのみそ。向こうの際に気づいてねえわ。気づいてねえな。まだまだだわ。